開国とは、鎖国という言葉の対義語として、すなわち外国との交流を行うことを表す意味でよく用いられる。大日本帝国では、開国新種が国勢とされていた。この言葉には、歴史的な要例として同時に、建国、開拓などの意味もあった。大島昭秀によれば、この言葉には鎖国と同様に文明的に進んでいる。 遅れていることに対する眼差しも内包されており、日本が歴史書の中で中国や朝鮮の歴史を鎖国、開国と刻印していった栄意の背景には、そのような眼差しが潜んでいるという。丸山真男は開国で第二の開国論を展開した。松本健一は開国の形で丸山に習って第三の開国論を唱えた。収益の第七かかりマイナス氏に、 大君に言う命、開国消化とある。開国とは、大国の君主に封じられて建国することであった。アヘン戦争明王朝は、解禁政策を行い、和光などによる密貿易が行われた。新朝も、台湾の低成功勢力などに対抗するために、解禁政策を行ったが、新朝は明王朝と違い、厳格な解禁政策は取らなかった。特に、台湾平定後は、 伝統的なポルトガル奏者地マカオイ以外に、甲州も開港し、外国商船の来航も認めた。このため18世紀には、甲州に欧米諸国の商館が設置され、関東貿易が行われた。アヘン戦争の敗北により結ばれた南京条約の締結に続き、アロー戦争、清楚戦争、日清戦争、義和団の乱といった事件が起こっていき、 帝国主義列強に侵略されていくことになる。イギリスに香港島を割譲、九龍深海咀嚼地、異海営咀嚼地を与え、ロシアに、旅順、大連咀嚼地や東西鉄道利権を与え、ドイツに、広州湾咀嚼地を、フランスに、広州湾咀嚼地を与えたほか、日本に台湾島と宝庫諸島を割譲した。上海に共同疎開やフランス疎開が設置され、 半植民地となっていく。18世紀の出島日本は、江戸時代に200年以上にわたって、鎖国を続けており、対外的な窓は、長崎の出島に限られ、日本人の海外渡航や大船建造の禁止など、統制が行われていた。この間の幕府の対外情報源は、出島において貿易を許可されていた、清市や、オランダのオランダ召喚やオランダ封説所 薩摩藩経由での琉球王国からの情報が主であった。他に朝鮮通信使からも情報を得る機会はあったが、朝鮮もまた日本と同様に海外との付き合いを制限していたため、ヨーロッパなどの情報は得られなかった。序盤にバッティスタシドッティのように、密かに入国してくる者も,もいなかったわけではないが、これは、けうな事例であった。 18世紀後半になると異国船の目撃例が増える。幕府は完成3年には異国船に対する通達を出した。翌完成4年にはアダムラクスマンがエゾチに来航するが、鎖国が始まってから外国政府が日本に正式な通称を求めてきたのは、これが最初であった。降下元年にはオランダのビレム2世が開国を進める新書を幕府に送り、また、 国下三連には、アメリカ東インド艦隊司令長官、ジェームズ・ビドルが通称を求めてきた。いずれの場合も、江戸幕府はこれを拒絶している。他方、文化八年のご浪人事件、文化五年のフェートン号事件のような摩擦、紛争をきっかけに、異国船打ち払い例が出され、逆に、非武装商船に対する発砲事件への反省から、 新水球予令が出されるなど、幕府の対外政策は揺れ動いていた。開栄2年、ナンパ捕鯨船員と密航者、ラナルド・マクドナルドの返還を求めて、ジェームス・グリーンが来航し、長崎奉行の仲介で解決する。幕府はこれらアメリカ人をオランダ船で送り返す予定であったが、アメリカ人が日本人に虐待されていると情報が誤って伝わったために、 グリーンは強硬な姿勢で交渉に臨んだ。この強硬策の成功が、後のペリーの訪韓外交による開国要求の一因となった。黒船来航を続いてアメリカは東インド、艦隊司令長官に任命されたマシューペリーを派遣する。ペリーは共和党のフィルモア大統領から、米海軍の作戦行動として、日本との条約締結を命じられるが、アメリカでは交戦権が、 上院に属するため、発砲は禁止されていた。ペリーは、蒸気船を配備した東インド艦隊を率いて、海へ6年6月3日、浦賀沖に来航し、6月9日に開国を求める。アメリカが衆国大統領国書を提出した後、日本を離れた。幕府では、老中、安倍正宏らを中心に、諸大名から庶民まで幅広く意見を求めた。 宣令を破って朝廷に事態を報告、対策を協議した。翌加な7年1月、ペリーは国書の返答を求めるため、再び裏返来行した。3月3日、アメリカ合衆国と日米和親条約が結ばれ、下田と函館を開港し、8月にはイギリスと日英和親条約が、12月にはロシア帝国と日露和親条約がそれぞれ締結される。 平行して、幕府は、開影6年9月には、大船建造の金を、緩和、10月には、海外渡航が解禁される。火影7年9月には、オランダ商館に、蒸気船2隻を発注した。そのうちの1隻である関林丸は、安政7年1月に、木村海舟、勝海舟らを乗せて、横浜を出港、太平洋を渡った。安政3年7月、アメリカ領事、 タウンゼント・ハリスが、修好通商条約締結のため来日し、57年10月には、江戸城へ途上。老中、堀田正俊はこれを、京都の朝廷に上層したが直挙を得られず、13代将軍、徳川家貞の将軍軽視問題とも関係して、南紀派、一橋派の構想となる。安政5年に大老に就任した、井伊直介は、日米修好通商条約を締結。 奇襲藩主、徳川義富を14代将軍にした。同様の条約が、イギリス、フランス、オランダ、ロシアとも結ばれた。安政6年には、函館、横浜、長崎が開港され、本格的な貿易が開始された。貿易相手国は主にイギリスであった。日本からは、キートや茶などが輸出され、毛織物、綿織物や、幹線や武器などが輸入された。 なお、続いて、新潟、神戸の開港、江戸や大阪などの開始も予定されていたが、上位運動の高まりにより、これらは大幅に延期された。安政後カ国条約は、領事裁判権、関税自主権の放棄、偏無的再警国待遇など、日本にとって不利な内容を含む不平等条約であった。金銀交換比率の内外差による金の流出、外国商人が、 日本商品を高く購入したことにより生じた物価上昇などが、尊納上位運動の激化や一気、打ち壊し等を招いた。幕府は物価高騰と流通の混乱を防ぐため、60年に5品、江戸改装令を発して、貿易の統制を図ろうとするが失敗する。神戸居留地海岸通1885年頃、条約港となった横浜、神戸、長崎などでは、 外国人居留地も設置された。明治政府の外交政策にとって、この是正は重要な課題の一つとなるが、逆に一部の国水主義者からは、居留地の存在が、外国の思想や宗教から、日本の伝統、文化を守る防壁としての役割を果たしているという、県地からの存続論も登場して複雑な論争を招くことになった。江戸幕府を倒した薩摩藩。 長州藩を中心とした明治政府も明治2年に政府として改めて開国を決定して、以後は不平等条約の撤廃が外交課題となっていくことになる。むしろ領事裁判権が問題になったのは明治になってからである。領事裁判権は1899年に撤廃された。また国内産業の発達に伴って国内商品と 外国商品との競合が始まると、国内産業保護の観点からも、関税自主権の獲得は重要課題となったが、その獲得は1911年のことであった。日本は、開国により、帝国主義時代の欧米列強と、国際関係を維持することとなる。大陰君日朝修好条記の締結理史、朝鮮末期の1832年イギリスが、通称を求めに現れ、 1840年頃から欧州船が近海に頻繁に出没するようになった。19世紀頃朝鮮では勢い同政治が行われていた。1863年から李朝第26代、高僧の父で摂政の大院君による政権時代、迫りくる帝国主義列強を排除する政策をとっていた。1866年ジェネラルシャーマン号事件、日の江虎洋。 夏美、1868年日本からの国書の受け取り拒否、1871年化の都筆事業、夏美、など、解禁政策をとった。1873年朝鮮政府の実験は、便秘一族に移った。こうした中で1875年高加島事件が起こる。日本政府が測量のため送った、軍艦運用が給水のため高加島へ訪れた際、 運用から推進を調べるために出た小舟に、高架島の砲台から発砲、運用が応戦した事件である。日本戦績の軍艦が朝鮮に寄港することは許されていたものの、首都を守る要所に運用が現れたことと、日本国旗が地方まで知れ渡っていなかったことから、これを排除しようとしたものである。後日本政府はこれを口実として、法勘外交を押し出し、 1876年高下党条約が結ばれる。富山、元山、二川の参考を開港、ハンスンフに日本公使館を開設した。これは新国がイギリスと、続いて1882年に米朝修好通商条約を締結し、さらにイギリス、ドイツ、ロシア、フランスとも同様の条約を結んだ。これによって朝鮮は、 帝国主義が渦巻く世界へ開国していくことになった。一方、高下登条約の第一条には、朝鮮は自主独立の国であり、日本と陽動な権利を有するとあり、朝鮮は従来持っていた海秩序との葛藤が起こっていく。ありがとうございます。